え皆さん、こんにちは。一枚ラバー、健吾です。今さあですけども、明けましておめでとうございます。ということで、今年も一枚ラバーをね、どんどんやっていきたいと思うんですけども、まあ、随分ちょっと久しぶりになってしまいましたが、えその間にですね、こちらのラケット、えフレンク指導を目指して用意したこちらの、えー、長方形型のラケットに、一枚ラバー、A1 と A2 を貼ったもの。えー、これでですね、このラケットを使って、 動画をアップロードしていない期間にもたくさん動画を撮ってきましたので、え、プレイ動画ですね。それをどんどんこれからアップロードしていきたいと思います。このラケットを使ってどういうプレイができるのか、あるいはどういう特徴があるのかというところも、プレイ動画プラス、まあ、レビューという形でやっていきますので、えー、ぜひお楽しみにしてください。ちょっとね、昨年は2023年、まあ、かなり動画の更新頻度減ってしまったので、 今年はもっと上げていきたいと思います。ま、さすがに、ちょっと毎日投稿というのは難しそうなんですけどもね。まあ、YouTube やってる人の中には、毎日投稿してる人もたくさんいるので、ほんとびっくりしますよ。本当にすごいと思います。特に、社会人で仕事をして、しながらやってる人っていうのは、あ本当に時間の使い方がうまいなというふうに感じている次第であります。でですね、もちろんこれだけでは終わりません。こちらをね、まあ、指導がいるならもちろんその上の段階ありますよね。 もちろん、リチャード・バーグマンです。人類史上最強のカットマンにして、1枚ラバー、卓球のもう頂点ですよね。菅選手権4回優勝。もうこれは、あ、最多の、ミクター・バルアの5回に並ぶ4回。で、しかも、バーグマンの前世紀であった、年齢の頃の、は、第2次世界大戦で、菅選手権中心になっていたわけですから、 ま、人類史上本当に最強で、本来であれば、優勝回数は最多であっただろうという、バーグマンのプレイを目指して、このラケットを使う前にですね、1万ラバーに特化したラケットを作ろうということで、紹介したものがありますけども、そちらをついに今年は稼働させていこうと思いますので、ぜひ皆さん、一緒に1万ラバーライフを楽しんでいきましょう。では、さようなら。